皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日お伝えする話は、こちら、リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10のパターンを通して解説していますが、その中のですね、時間型というものについて今日はお話ししたいなと思うんですけど、時間型の中に反復会というものがあります。反復会ってわかりますかね？例えば毎月違ったものが定期的に届くっていうような仕組みになってるんですけど、実は先日ですね、新潟県の南魚沼、六日町の方にあります、坂戸城さんという旅館さんに、雪国青年会議所で講演の後泊まったんですけど、その時部屋に入ったら机の上にですね、置いてあったものがあるんですね。で、ちょっとそのままをですね、今皆さんお見せしたいと思うんですが、こんな感じのものが置いてあったんですね。こんな感じのもの。魚沼うまいもの頒布会というふうに書かれていて、ちょっとはみ出したところに申し込み書っていうのがこういうふうについたのが、入ってたんですね。で、これ開けてみたら、どんなになっていたかっていうことで、ちょっとですね、こっちの方で見てもらいましょうかね。こんな感じになってました。はい、まずこちら、左上が表紙ですね。表紙がありまして、これが裏表紙になってるんですが、真ん中にですね、ページ数がありまして、4月の恵み、5月の恵み、9月の恵み、11月の恵み。ちょっと抜粋ですけど、こんな感じで入ってました。そして、この申し込み用紙には月払いと年払いがあって、例えばいつから始めますかっていうことと、あとですね、毎月、4100円かけ12ヶ月みたいな形で、入ってます。4000円で送料込みでですね、このようなものが、送られてくるというものなんですね。で、これは非常にいいことだなと思いました。お土産としてですね、買って帰るのは、わかるんですけど、結局新潟県に来て、その地元のですね、料理を食べたりね、しますよね。お土産買って帰ったりするんだけど、この地域のものをいいな、この県いいなと思った時に、これで頒布会で注文することができれば、定期的にですね、それを送ってもらえるじゃないですか。そういうような仕組み作ることって結構大事だなと思うんですよね。それでその店のことを覚えてもらうとかですね、できるんですが、これどのような形になるかが結構重要なんですけど、これ実は、坂戸城さんでやってるんですけど、実際には、この、古式さんっていうとこが、商品の、注文を受け取ってるんですけど、これできればですね、坂戸城さんの名前で、いわゆる OEM という形ですね、商品をお届けするような仕組みにした方がいいと思いますね。古式さんは完全にバックに入ってですね、そうすると、坂戸城さんのことを忘れないで12ヶ月経ちますよね。そうすると、12ヶ月の間に、またね、ここに泊まりに来ようかなっていう形になりますので、そういうような仕組みが作れれば面白いかなっていう気がしました。ということで、これすごい重要なんですけど、どうやって旅館さんとかがリピーターを取っていくかって時に、こういう、頒布会みたいなものを用意してですね、忘れてもらわないような仕組みを作っていくっていうことは結構大事だし、もちろんこの頒布会で、利益が少しでも得られればですね、それはそれでね、売り上げになれば OK だし、何よりもですね、お客さんのお金で、反則物を打てるって、やっぱこれはいいですよね。自分たちが反則物に郵送代をかけるんじゃなくて、お客さんのお金で、お客さんも喜んでもらえて、自分たちのことも忘れてもらえない仕組みになりますので、こういう頒布会の仕組み、ぜひね、考えてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、ちょっとせっかくなので、ホームページで、出しておきましょうか。こちら、古式さんのホームページなんですけど、こんな感じでですね、1月、安納芋とかですね、色出てきてますね。2月、しゃぶしゃぶと。3月、雪下人参とかですね。4月、そして、笹団子出てきましたね。5月ですね。6月、7月、スイカとかありますね。8月、トウモロコシとか。9月、お米。そして、10月ですね。椎茸とか。で、11月も、ちょっと椎茸とか入ってますが、12月、まあ、もうちょっと海のものが入ったらいいかもしれませんがね。はい、こんな感じでなってるということで、なかなか面白いんじゃないかなと思います。はい、今日はですね、旅館さんで見つけた、リピートする仕組みということで、旅館さんの、部屋の上に置いてあった頒布会のチラシを紹介しました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。
バイバイ。